スペースフロンティア特集、ガンダムキラー X 編、その3、太陽の土星大実験教科書の巻。狼銀狼が、新宿から、月に来て1年が、経とうとしていた。彼の仕事は、実に多岐にわたった。彼は、採水以外に、太陽を利用した、月の砂の金属生成をしていた。月の砂、ネボリスは、酸素と、鉄と、アルミと、チタンを、含んでいた。月の砂から生成した、アルミは、太陽に用いられ、太陽は、その数を増やした。天候に左右される地球の太陽色とは異なり、月の太陽色の威力は絶大だった。そして、小規模クレーターを利用した巨大な太陽色も建設された。月の砂からは、大量の酸素と、鉄、アルミ、チタン、ガラス、セラミックが生成された。そして地上から持ち込んだ部品で、工作機械を製作し、それにより、様々な製品を加工した。まずは、電力を確保するための、蒸気機関が利用した、簡単な発電機を大量生産した。地上温度が100度超える月では、蒸気を生成するのに、燃料すら必要ではなかった。タンクに水を入れておけば、勝手に水は、沸騰した。酸素などで気圧を、調節された蒸気は、いつものピストンや、タービンを激しく回転させた。そして我々、日本チームは、1年間200以上の、巨大な水槽を作り、貯水していた。居住空間も、それに合わせて広くした、1年経つ頃には、ようやく人並みの生活を、送れるようになった。私は、ひめこ、X55 で、やってきた第二次補充要員。今回は数多くの、動植物の種子を、持参してきている。すでに、第一次先遣隊は、貯水タンクの水を、様々なことに利用していた。私は、使用済みの貯水タンクを、数多くのモジュールに分け、各層で微生物や、虫や、小型の動植物を繁殖させた。また、一つのタンクには、コイ、ウナギ、アユ、ニジマスなどの淡水魚が、プランクトンや、虫などを食べて育ち。もう一つの、タンクには、体の小さな海水魚の、イワシ、アジ、サンマなどを養殖している。そして時間がある時には、岩塩やその他の資源を探し、採集しながら月を歩き回る。エネルギーは、無尽蔵なので、時間が許す限り、どこまでも調査できた。これも、将来月に来るであろう、お寿司が好きな妹のことを、思っての行為である。数ヶ月後、X55 と共に、月に向かう謎の美女がいた。ねえ、銀ちゃん、あなたここで、年さんが養殖した、アジを食べたって本当？ああ、姫が特別に料理してくれた、アジやウナ丼は、とてつもなくうまかったよ。年さん、私にも、月のアジを食べさせてよ。地球から来たから、お腹ペコペコよ。サンタ、銀は、もう1年以上、月で働いているから、特別なのよ。それに、まだ、養殖と繁殖は、途中段階なのよ。あと1年したら、食べさせてあげるわ。だから、サンちゃん、今日は、もう、地球に帰りなさい。ママ、マジしか、地球から、わざわざ、飛んできたのに、信じられない。サンちゃん、少しは、我慢しないと、お寿司も食べられなくなるわよ。悪徳政治家のように、目先のことだけを、見ないでね。それじゃあまたね、バイバイ。